玉神さんも日本代表入ったら、それは無理でしょうに、ね。統一教会と戦わなきゃいけないんでね。あんなクソ宗教ね、誰が認めるかっていう話ですけれどもね。まあ統一教会との戦いやめた人たちもいますけれどもね。我々は最後まで戦いますからね。で、その統一教会と密接につながってる人もいるわけですよね。もうその時点で、田母神俊夫っていう人を、保守だと言って担ぎ出すのが頭がおかしいって私は言ってるんですよ。いや、担ぎ出すんだったらね、統一信者ですっていうことで担ぎ出しゃいいんです。そっちの方がまだね、堂々としてるでしょ？まあね、愚かですよね。まあその中でね、都知事選を戦う、君たちの夢をね、訴えかけられる人間っていうのは、桜井以外にいなくなっちゃったわけですよ。例えば今回の連中ですよね。出てくる人間の中で、外国人問題をね、きちんと取り上げてる人間誰がいるかっていうですね。今の日本の問題、外国人問題って大きな問題なんですよね。で、外国人生活保護の即時廃止っていうのを、これは都知事にできることだから、だから一番目に持ってきてるんですよ。で、それを、まあ、過去2回ですけれども、今回で3回目ですけれども、その選挙のたんびにですね、桜井が公約の一番に掲げてるわけですね。でも、その桜井以外に外国人問題どうのこうのっていう人間が一人もいないんですよ。どいつもこいつも外国人問題について絶対に触れないじゃないですか。もうだからね、最後の戦いというかね、都知事選で戦う姿を見せて若い人たちがね、発奮してくれればというですね。今回の選挙ね、まあできる限りのね、戦いをやってみせます。これまで17日間、皆さんに訴えてきたこと、それは日本第一、ジャパンファーストという、この言葉です。日本人に生まれた限りにおいて、日本において一番権利が守られなければならないのは、あなたたち日本人なんですよ。これを訴えて、17日間やり通してまいりました。